ところがですね、結構幅広く活動をしてらっしゃるらっしゃいますよね。ほら山口とか、山口は行ってない。あ、明日大阪行きます。皆さんよろしかったら大阪の方までちょっと交通費かかりますけど、交通費は自腹で行きます。よろしくお願いします。え、あ、ハードルが上がります。ごめんなさい、ハブりますね。え、ふみちゃんは高校時代テニス部だったということで聞いておりますけれども、テニスの仲間1学期間で1年生のご一緒先生、どんな高校生でしたか？楽しかったですよ。自分では言えない。今日の衣装のポイントは背中。なかなかね、この年齢で背中を出すのはね、結構勇気がいるんですけども、あの綺麗な、とても綺麗なお背中で時々見せながら歌っていただきたいと思います。じゃあ、ふみちゃんの方、よろしくお願いいたします。
山村くんと土井くんが去年のね同窓会の席でやろうかってなんと話が果てたんですよね。で私クラス単位かと思ってたんですよ。そしたらなんかこんなにいろんな方が来てらっしゃる会になってるので、まあ、私のことをご存じない方もいらっしゃると思う自己紹介ということで、3年8組美子って呼ばれてました田中美子と申します。どうぞよろしくお願いします。ですね、私このピコリって言うんですけども、ピコリを結成して今2年半ぐらいなんですけども、私がこの歌を歌い出したきっかけっていうのが、何年か前の同窓会の2次会か3次会の時に山村くんにケンフレンズ、先ほどねケンフレンズのライブに連れてってもらったんです。そこがきっかけでなんとなくご縁をいただきまして、歌うことになって今になっております。私たちは、ピコリって言いまして、昭和の歌謡曲アレンジ歌謡曲をやっております。でただいまの曲は、ホンキートンクトレインブルース、シュシュポッポのねブルースに乗っかった個人事業でした。はい、ちょっと待ってください。疲れたか。くっつくんですよ。くっつくんですよ。ね、そうなんです。サボさんに乾燥してしまいますので、はい、それではもう次の曲はですね、これがまた、テイクファイブっていう5拍子の曲にあの日に書いたのを向けてみました。どうぞお聴きください。Yeah.
歌謡曲なんですけども、ピアノのピョンさんが全部アレンジされるんですね。で、あの猫帽子に歌のけたり、なんかすごい歌いにくい歌をね、たくさん作られて頑張ってついて歌っております。で、ここでちょっとあのピコリなんですけども、メンバー紹介の方を簡単にしたいと思います。パーカッション、のりさん、藤枝さんです。のりさんもぴょんさんもこんなに素敵なおじさまなんですけども、私たちより一個下です。年下の男の子なんです。だからまだ40代ね、ギリギリ。で、のりさんはですね、仕事の関係で広島に来られて10年ぐらいですかね。その前はの東京の方にいらっしゃって、矢上純子とか、渋沖隊とかのお手伝いをされた経験があるという優れものでございます。優れもの、何のうちのってんですけど、はい。で、ピエロのぴょんさんはですね、平成の中しピコリって私たち言ってるんですけども、一応何でも弾けるっていうキャッチコピーがあるんですが、機材が重たくて流せないという音だけなんですけども、で、ピョンさんはですね、伊藤さんですね、さっき何人かって言ってたんですけども、伊藤さんですね。で、ピョンさんはですね、東中出身から友中で安堀一高校で修道大学で、だから同じ時に、一つ下なんで、同じ時に学校にいらっしゃった方もいらっしゃるかもしれませんし、ダブられた方は一緒の学年だったかもしれないし、何か共通点がございましたら、後にでもまたお声掛けの方はよろしくお願いします。浅南区です。浅南区にずっといらっしゃる方です。はい、それではピコリにチャレンジさんね。それではピコリ最後の曲になります。情熱大陸異邦人ですね。情熱スペイン異邦人だそうです。はい、よろしくお願いします。